帰宅部。心の準備できてますか？ありがとうございます。ではでは、今回のピックアップ募集で獲得できる生徒はこちらをご覧ください。おステージの時間には間に合いそうだ。This is unexpected. Mizuki? A swimsuit version? Saori Limited. Saori, Saori, Saori.いやいやいや、ということでもう大盛り上がりでございます。限定生徒星さん、沙織、水着バージョンが登場します。 Kind of sad that it's not a full swimsuit version though。 はい、藤上さん、じゃあ早速ですが紹介お願いします。はい、スライドお願いします。 In position middle attacker。 Oh, okay.ポジションミドル、攻撃タイプ神秘、防御タイプ重装甲でございます。I see. Blue, yellow. はい、ありがとうございます。一木くん、いかがでしょうか？ Music start. So she's like a musician, I guess. EX スキル、music start. あの沙織がミュージックスタートなんて言うのか。言うんですかね。言うんですかね。どうなんでしょう。さあ、扇形範囲内の指定した敵に対して攻撃力分のダメージ。攻撃力分の互換持続ダメージを一定時間付与。でその他の敵に対して攻撃力分のダメージと、へー、まあ、範囲内の敵1体に攻撃ダメージと、互換持続ダメージを与えて、その他の範囲内の敵には普通に攻撃力分のダメージを与えると、うんうん、でパッシブスキルはまあ書いてある通り6文字で非常に分かりやすいですね、うん、攻撃力を増加と、うんうん、でノーマルスキルもこれまた分かりやすく攻撃力を一定時間増加で、サブスキルが通常攻撃時に一定の確率で持続ダメージ各交換を一定時間増加してくれると、まあ、EX スキルを強化してくれるみたいな、ね、OK, so it's like all the skills basically buff the, the EX skill. I see. になるのか、まあ、攻撃タイプと防御タイプ見てるとペロロジラとかに使えるのかな、うん、なんて思わなくもないですね。Can you use against、Godzilla? OK.うんうん、まあ分かりやすいアタッカーですかね。難しいところなさそうな、うん、まあ使いやすいっていう感じですかね、はい、あとはまあそのコストがどうなのかっていうのもありますよね、うん、範囲とコストが気になるところですね、うんうん、はい、なるほど。 It really depends on how much the cost is。 はい、ありがとうございます。 But it seems straightforward a straight up attacker。 戦闘中にスキルを発動した時の映像をご用意しておりますので、 Oh yeah, the animation. 一緒に見ていきたいと思います。どうぞ。Oh, she's a DJ? That's cute. Oh, what? Oh, that's pretty cool. That's pretty, that's a pretty cool EX skill. I mean, you know, her dress up actually makes sense now. It does seem like a DJ outfit. I was thinking about like a guitarist or something like that. Yeah, the turntable and a weapon.出てましたね。あ、なるほど。あのキャラを指定しているってことですかね。あ、そういうことか。あいつに、まあ、あのキャラに持続ダメージを与えてくれるってことなのか。範囲広そうですね。なんかめっちゃ。結構奥まで行ってましたね。横幅も広そう。Yeah, the range is pretty...、ね、oh wow, the range is actually freaking huge. Wow.はい、ありがとうございます。ということでね、Taking out four characters. It took out four characters, right, I think? Yeah.ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、ということ
ムでね、皆さんもお気づきかとは思いますが、今回はアリウススクワッドのイベントとなります。イベントタイトルはこちら、okay. So confirm ダリウススクワッド、シーサイドアウトサイドでございます。シーサイド、ターンテーブルだ。Oh, it is a turntable, the logo. So it's a beach party, I see. のメンテナンス後から8月7日水曜日の10時59分までとなります。もう明日からもう明日からです、ね、すごい明日です。夏が始まる、やばいね、やばい明日から。そして心の準備が、もしかしたら勘のいい先生おっと思ったかもしれないんですけれども、シーサイドの C、海であれば SEA なんですよ。はい、SEA でシーサイドなんで、これ C っていうのは彼女っていうことをね、まあダブルミーニングになってるんじゃないかっていう、うわエモいですね、うまくできてるぜ、ありますね、はい、もう本当明日からですのでね、早速楽しみにしていただければと思います、はい、さあ続きましては、うん、もう一つのピックアップ募集 の発表の前 に、うん、前にイベントプレイの報酬として獲得できる生徒、はい、これをね、ご紹介したいと思います。 So they're gonna show some characters to use こちらをご覧ください。先生、笑って。Oh wow! Wow, so elegant. That's us. Wait, that's Atsuko. I mean, I know she wore the mask and everything, but wow, very elegant. So this is an event character you can get for free. That's cool. Healer, okay. Special. Yeah. Okay, she's purple. Hi, これは一木くんいかがでしょうか。はい、まあスペシャルのヒーラー枠ということで。書いてあることも短く非常に分かりやすいですね、うん、EX スキル、味方1人に対して注力分の回復、so、one person. パッシブは、まあ、注力を増加、うん、ノーマルスキルは一定時間ごとに HP が最も低い味方1人の非回復率を一定時間増加、okay, so、サブスキルは、まあ、味方の攻撃速度を増加している、まあ、入れているだけでみんなの攻撃速度を上げてくれると、uh-huh. Okay, that she's basically heal, mostly healer. 配布でヒーラーって初あ、ちょっと記憶がないかも、珍しいは珍しいか、ハイフでヒーラー、まあ、うんうん、初だとしたら、まあ、なんか最近始めたての人とかなんかには非常にありがたいんじゃないですかね、なんか使用コストも少なそうで、うん、こうスキルの回しとかも早くできたらいいな、 Yeah, it really depends on like how the cost and everything is, but for a free healer, the free healer, that's good.非常に使いやすいヒーラー枠なんじゃなかろうかななんて思います、うん、はい、ありがとうございます。さあそして星一敦子水着バージョンが戦闘中にスキルを発動した時の映像もございます。ご覧ください、どうぞ。あ、キュー、かわいい。That she just heals by taking pictures. I like how she just fades away. こちらをご覧ください。こんな格好ですが、大丈夫でしょうか。 Right? Yeah, this Hiyori. Holy shit! Was she always that big?Holy crap! Wow! I was not expecting that. That came out of nowhere. Wait, was she always this big? I don't remember. I get- Holy crap! Oh.
防御タイプ重装甲でございます。 Okay, yellow。 さあこれは一木くんどうでしょう、はい、まあ、まずはスペシャルだった日和ちゃんがストライカーとして。 Yeah, it's nice to see her as a striker now. That's cool. はい、じゃあちょっと EX スキルからいきますか。うん、狙うは一等賞、銃弾を5発発射。 5 hits。 各銃弾は水、直線上に飛び、最初に命中した敵1人に対して攻撃力分のダメージ、5発の銃弾を同じ敵に全て命中したとき攻撃力分の追加ダメージ、EX 充電ゲージが1つ以上の場合、 EX スキルをすぐにドローした後、EX 充電ゲージを1つ差し引く。おそらく水着花子のように固有のゲージがあって、おー、花子、OK OK OK。 それをEX スキルを使う。 So basically, once all those five hits hit one enemy, it basically keeps doing more damage, greater damage. But you can, you'll be able to use the EX skill multiple times like Hanako. Okay, that makes sense. Who? 溜まってると連続でスキルが打てますよと。まあ、あれもあのすぐにこうドローするみたいな書き方だったもんね。ね。Hanako のね水着のやつも。で。まあ、単体に特化してるってことですかね。5発同じ敵に当てればいいって書いてあるんで、うん、で、まあ、パッシブスキルは会心ダメージ率を増加、ノーマルスキルも同じく会心ダメージ増加みたいですね。通常攻撃一定回数ごとに会心ダメージ率、一定時間増加と。そしてサブスキルなんですけれども、はい、固有ゲージのことが書いてありますね、うん、一定時間ごとに EX 充電ゲージを一定値チャージ、 EX 充電ゲージが一定値チャージされるごとに会心値を一定時間増加。まあ、EX ゲージが溜まっていくと自分の会心率も上がり、ノーマルやパッシブでの会心ダメージが上がっているから、まあ、ダメージ出せるぞと、うん、で、EX ゲージのチャージ数は最大1ゲージまでと。まあ、花子は2ゲージまでこう溜まったんですけど、ヒヨリは1ゲージまでだよと。 OK, so Hanako is 2, Hiyori is 1, so OK. 見てみないと分かんないですけど、こう花子の単体版みたいなところもありますかね。 Yeah, it really depends. Like, it's a little bit confusing. なんだ、ほどとかか、なんか使えそうな気がします。いいですね。なんか、まあ、配信で見てくださってる方もそうですけど、はい、会場でも結構この時間ああじゃないかみたいな考察を、ね、この文字だけでね伺えてちょっといいですね、うん、あとはコストとかね、それ次第で倍率もありますから、なんか強そうな気はしますけどね、単体とか。なるほど、はい、ありがとうございます。さあ、じゃあこちらもですね、星さん日和水着バージョンが戦闘中にスキルを発動した時の映像ございますので一緒に見ていきましょう。どうぞ。 Alright, here we go, animationcute. That's cute. Ah, I see, I see. So yeah, okay, the more she hits... Wait, I feel like it's locked on the one character, or one enemy though. I don't think it goes like spreads out. So...But okay, it's a single target attack. EX attack. Okay, it keeps going up. Okay. Angle があったりして。これ雑誌ですかね。そうだね。よりさんの趣味が雑誌の収集なので。あ、だから。だから。Yeah, that's kind of cute how she wants to collect magazines because she collects magazines. フェスティバルの。お。I like the illustration. It's cute.サイドは2024年7月22日月曜日のメンテナンス後から8月7日水曜日の59分までの期間で開催されます。さっちゃん、はい、さっちゃん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 、イベントのあらすじをまずご紹介させてください。ヘルメット団主催のお祭りがアウトロービーチで開かれる。この盛大なお祭りにひょんなことから参加することになったアリウススクワッドのサオリ、一方で、アツコ、ミサキ、ヒヨリの3人もそのビーチを訪れていたのだが、
果たしてそのお祭りは無事に行われるのでしょうか。そしてアリウススクワッドに待ち受けている結末とはといった内容に、ね、なっております。はい、ヘルメット団主催。さあ石神さん、はい、あのアツコがサッちゃんっていうね、はい、こっちはこっちに来てるっていう、サッちゃんの Q 持ってますけれどもね、こうだいぶやっぱりこれは普段なかなか今までこうアリウスの、ね、面々では見られなかった表情やシーンがね、うん、凝縮されてますよね。いや、こんなに明るい4人を見れるとは思わなかったよね。ちょっとね、岬の水着姿もね、うん、見たかったんですけど、ちょっと今回はお預けなのかな。ちょっとしか見えない。Yeah, Misaki is right there. Maybe, I mean, for sure it will appear maybe another gotcha. Rip 2 maybe. ちょっとだけ撮影 OK のこちらです。はい。イベント中にミニゲームハイローヘイローが登場いたします。ハイローヘイロー、 OK。ハイローヘイロー。The tower defense game. Okay. こちらのミニゲームはですね、That's fun. ステージマップに生徒を配置して、タイミングを見てスキルを発動しながら押し寄せてくる敵を撃退するタワーディフェンスゲームとなっております。That's fun. タワーディフェンス。タワー。それでは続きまして、イベント、シーサイドアウトサイドの特別な映像ですね。Oh. はい、ご用意しましたのでご覧ください。Trailer? どうぞ。ヨースター。暑い夏がやってくる。アツコたちはどう過ごすんだろうか。よし、今日のアルバイトを始めるか。準備万端。あほ、そうだ。行くぞ。敵か。どう？What was that？ ブルーアーカイブ。イベント開催。Who the hell was that? You buff. いきますよ。こちらをご覧ください。お、アビドス。準備完了。おお。行こっか。星野。Oh my god, it is 星野。Oh wow. Let's go. Let's go! Finally! We've been waiting for this! Oh! Tank, of course, front. Blue, okay. さあ、石木くん。はい。どうでしょう？めっちゃ気になるワードあるんですけど、まずは EX スキルからいきますか。はい。防御姿勢強化、指定した位置に移動した後、遮蔽物の役割をする盾を持ち上げて遮蔽状態を付与、さらに攻撃力を一定時間増加、遮蔽物は星野の HP 分の値が追加された HP を持つ、うんうん、遮蔽物の防御タイプは星野と同じ、うんうんうん、なるほど。まあなんかあのミネとか、うんまあ、体操服優化みたいにこう指定した位置になんか移動した後に星野の場合は遮蔽物を設置して、まああれですかね、前衛に立ってくれるという感じですかね。So it probably stays in one spot maybe. パッシブスキルは分かりやすく攻撃力と HP を増加。Tanks on the attack maybe. We'll see the 一定時間ごとに防弾プレートを装着して非ダメージ量を減少。防弾プレートは一定回数攻撃を受けたら解除と。まあなんだろう、さらにカチカチに。なるってことですかね。I think she's gonna be a really strong tank actually. サブスキルが、攻撃時一定の確率で防御力を一定時間減少と、まあ、デバフを入れてくれるみたいですね。通常攻撃で。ほうほうほう。うんうんうん。これはサブスキルなので、まあ、ノーマルスキルや EX スキルで防御デバフを持っているキャラと重複するってことかな。なのでタンクの役割をしつつデバフも入れてくれる、うん、優秀そうな気配しかしないんですけど、うん、この左上にある、ねこれね、みんなもざわざわしてると思うんですけど、何ですか、お気づきになりましたね。防御型っていうの、はい、やっぱりね気になりますよね、うん、そうなんです、はい、星野臨戦バージョンはそこがポイントなんですね、うん、それではこちらをご覧ください。 What?
シールドがなくなった。そうなんです。なんと星野臨戦バージョンはクラスやスキルが2種類ございます。Oh wow, she can change her class? 初めて新システムですね。うわSo, wow, she can go from a tank to attacker or vice versa? That's crazy. Ichiki君ね、やっぱり男子はこういうギミック大好きじゃないですか？大好きだってある。でっけえシールドが後ろのカバンになった、なってるんだよね。ガシオンガシオンみたいな感じで。ねえ。もうタイプを切り替えられるといったところですね。いいね。さあ、それではですね、僕から星野臨戦バージョン攻撃型についてご紹介させていただきます、はい。まず役割ストライカー、はい。それでは星さん、星野臨戦バージョンが戦闘中にスキルを発動した時の映像を見ていきたいと思います。ご覧ください。 see, like, どうぞ。 How does she change her class? Okay, she starts off as a tank, right? Whoa, that was a cool animationWait, when did she change her class though? Okay. Oh, she has two different animations? No way! Yo, that's so cool. Wait, so do you change it before entering the game, like gameplay or...そうだね。といつもなら、おお、モインフォ、モインガチャ。言うところなんですけれども、なんと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 、今回は 3.5 周年記念期間限定募集でピックアップされる生徒がもう一人います。One more, wow.Everyone is getting like super excited. Is it her? Sensei, これからもよろしく。おお！ほほほほほほ、she's here! Oh my god! Oh, Shinoko Tera, let's go! Let's go! Shinoko Tera is here! Oh my god, let's go!Okay, alright, she has a lot of skills. Alright. So, definitely there's something that has to do with a drone. Okay. So, blue, of course. さあ、これはいっちゃんいかがでしょう。はい、ちょっと文字数多いんですけど、1個ずついきますか。確かに見たことない。EX スキル、火力強化、一定時間の間ドローンを召喚。So she can summon a drone. Alright, makes sense. ドローンが維持される間、通常攻撃は攻撃力分のダメージを与えるように変更。会心値と会心ダメージ率を一定時間増加。自身に対して最大 HP の一定値分ダメージ。Oh, okay. このスキルで白子テーラーは退却しませんと。自分の HP を削ってドローンを召喚し、ドローンがいる間は通常攻撃を強化してくれているようですね。ほう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 。で、パッシブスキルは攻撃力を増加。I wonder what that means. わかりやすい。I assume she gets rid of her HP so that the drone can do damage, but... ノーマルスキル1、手榴弾を投擲、回。はい。一定時間ごとに敵1人に対して攻撃力分のダメージ。で、EX スキルの使用時、ドローン召喚十字砲火というスキルに変更されると。Oh, interesting. So the normal skill can change if you have the drone out. So depending on the drone, things can change. EX スキルのドローンが消失すると、まあこれは
ノーマルスキル1の方に戻るということですね。ああ、そういうこと？はあ、So if the drone is out, it's the second skill, it's second skill, normal skill too. Oh, okay, that makes sense. Okay, okay. はい、神秘が機械でにはよりダメージ。That's why there's two different skill, normal skills. I was wondering, I was like, she has two normal skills? That's crazy, but it changes depending if you have the drone out or not. 敵を、退却猶予中に HP をすべて回復できなかった場合、即退却。These are some pretty interesting skills. 想像でしかないんですけど、例えば EX スキル使って、うん、本来なら HP が0になっちゃうけど 1% とかで残って、うん、で何秒間かその 1% を維持してくれて攻撃どんだけ食らっても、うん、でその、so basically、何秒か分かんないですけど何秒間かの間に HP を満タンまで回復できればそのまま戦闘続行みたいな。So she can basically stay alive at like 1 HP. But, so basically heal her by the time before. HP がゼロになった瞬間すぐ退却するようなキャラではない。ちょっと耐えてくれる。なるほどね。So she can't die instantly. So she kind of like lingers. なんかそういうのがあるんだ。Interesting. So yeah, you just have to keep healing her basically. That's what it seems. でも攻防のタイプとあと通常攻撃強化っていうところを見てると、うん、セット？セット？どうぞ。うん、ほう。Okay, that's cool. なるほど。この演出は素晴らしすぎる。It went from 6 to 3. なんかエモい。ちょっとね、どよめくようなね、スキル演出でございましたけれども。エモすぎる。3コスト。います。どうぞ。おお、リバイバル。よっしゃ、よっしゃが聞こえてきましたね。Okay. Mika's back. 君は無邪気な夜の希望が復刻開催されます。あ、Mika's limited? Oh, I didn't know that actually. こちらでは限定生徒星さん Mika がピックアップされます。開催期間はこちらも同じく2024年7月22日月曜日のメンテナンス後から7月29日月曜日の10時59分まででございます。いやーこれサホちゃんね、ミカちゃん嬉しいですね。この時に結構ねお迎えしたんで、うん、はい、でも今回もミカって何ばってもいいからなまた出会いたくなるな、また弾きたくなっちゃうっていうね、はい、まあこれ2周年の時にね、うん、同じようにイベントで皆さんで盛り上がりましたから、うん、懐かしいですね。懐かしいです。はい、さらに続いての情報なんですけれども星野臨戦バージョンシロコテラが登場ということはこちらです。おー、ニューストーリー。 I play English, so it's gonna be a while, but はい、ありがとうございます。メインストーリーボリューム1対策委員会編第3章夢が残した足跡パート5が開幕でございます、うん、実装日時なんとですね、カグニ新シリーズ、yeah, DJ パーティー会場シリーズが登場します。こちら実装は2024年7月22日 DJ パーティー items are huge、 うん、はい、ありがとうございます。 This set is huge, that's crazy. はい、スライドお願いします。おー、新規家具モーションを追加いたします。確かに DJ ライブステージ、エクスパート向け移動標的シロコテラーはアビドス自転車整備スタンド、アツコ水着バージョンはサンシャインフラワー噴水、こちらサンシャインリゾートシリーズの既存の家具にモーションを追加いたします。そしてサオリ水着バージョンは DJ ライブステージ、日和水着バージョンはビーチフェスティバル用椅子でございます。
実装日時は星野臨戦バージョン白子テラー、敦子水着バージョンは2024年7月22日月曜日のメンテナンス後から、そして水着バージョンの沙織日和、水着バージョンの日和は2024年7月29日月曜日の11時からです、うん、はい、はい、ありがとうございます。今回も実際の映像ありますので見ていきましょう、どうぞ。お、oh. oh, so cute how she's setting up her bike. Oh, that's cool. いいの、嬉しい。はずさんな。すごいすごいすごい。さすが。自転車ずっと整備してて偉い。早い。めっちゃ早い、めっちゃ早い。すごいすごい。すごい。That's cool.かっこいいすぎ、ずっと整備してる。おー、then she's doing a live, that's cool. I like how the audience is clapping. もっともっとみたいな。すごい、めっちゃ動いてる。ここ DJ 会場かな。She's trying to get Wi-Fi. 電波ない。Signal. でも電波探してなかった。電波探してる。 あ、見つかった。 あ、電波だ。 見つけた。 あれで電波見つかるんだ。 迷信では。 休憩タイムでございます。 休憩できるか。 こちらの映像をご覧いただきながらお待ちください。 どうぞ。 海のお祭り、 こんなの初めて。 Oh, she's fucking buff! Oh, this is cool.海もアルバイトも知らないことだらけだ。胸が高鳴る。もう一曲。Oh, wow. こんな格好ですが大丈夫でしょうか。狙うは一等。待たせてください。あつこすきゅう。いい写真撮れるかな。先生、笑って。はい、チーズ。